トランクの数値が。ここから先は喋るな。本当に信じてるんですか、ウテルスの存在を。なんなら試してみるか、言霊の力を。そうナーバスになるな、すぐに分かるさ、真実が。Thank you.
だった？クッツラがいいよ。呼ばれたんだよ。独立心。知らないってば。何あれ？カズオよ。またいじめられてるんだ。おい、いつお前をいじめた？え？お前は犬だ。人間が犬の引きをするのは当たり前だろ。カズオくん、ごめんなさい。先生に知らせたのは私です。でも、カズオくんがあまりにかわいそうで、私は育児なしです。卑怯者です。本当は止めたらいいんだけど、なんだか私までが。さっきね、帰りのバスで、翔太君のお母さんと一緒になってね。嘘をつきやがったわ。モテるでしょ、翔太君って。バレたんだよ。そう、2年生の時も同じクラスだったじゃない。うん。カズオは女の子にモテないの？僕は物は嫌いだから。じゃあお母さんも嫌い？なんでよこれ変なの？変わんないでよ。おじゃれ。何が牛タンゲーム？牛タンゲーム楽しいよ。新しく。しょうがないよ。だってあいつら。だったらもうやめようか、交換日記なんて。ごめん、僕のせいで。私は何言われてもからかわれても平気。でもこのままでいいの？カズオくんは何とも思わないの？
名を呼べ。風をよ。ガミガミ怒んないでよ。こっちだってさ、違法を承知で荷物オーバーして頑張ってんだから。上空のヘリの井村さんを呼んでみましょう。こちら井村です。私は今巨大なスイカを目の前にしていますが、未だに自分の目が信じられません。ちょっと待ってください。皮の部分に何か文字のようなものが刻まれています。アルファベットの K のように見えますが、一体どういう意味があるんでしょうか。どうしたの風を。あのぐらい。一体どこに向かっているのでしょうか。このまま海に抜けてしまうのでしょうか。周りには我々のような報道ヘリが多数並走して飛んでいます。有人調査は危険。目標は物質として不安定な状態にあり、外界と接触した場合大爆発を起こす可能性があります。犠牲者を出すことになりかねないというわけですか。ええ、無人の調査ロケットの方がよろしいでしょう。誰ですか、あの方は。民間の技術者ですか。あれは幕張の人だよ。幕張？ご苦労。統括官は今どちらに。永田町と霞ヶ関は往復してるよ。こんな時に手続きが必要なんですかね。よーく覚えとけ。こういう時だからこそ手続きは重要なんだよ。ドンパチだけが俺たちの仕事じゃない。
ユサ・ワタル君だね。トルパ。ユサ・ワタル君じゃないのかね。トルパ、うん、君の名前は。この星の声はどこで聞こえる？この星の声はどこで聞こえる？この星の声はどこで聞こえる？準備完了しました。発射。了解。調査ロケット発射。なんだよ、それ。東京で返してやるよ。東京？昨日夢を見ました。子供会でピクニックに行った時の夢です。和夫くんも翔太くんも元気に駆け回っていましたって。誰がお前なんかと遊ばなきゃいけねえんだよ。こっから見るとなんか間抜けな感じ。この星の声はどこで聞こえる？
ここは立ち入り禁止だ。この星の声はどこで聞こえる？何言ってるのこいつ。そう。しばらく見ぬうちに堕落したものだ。物質かよ。土井原、あけぼの重工から連絡があったわ。鉄甲機の出撃準備が完了したそうよ。鉄甲機？
こや、こっちだ。これで最後だな。はい、はい、you
ここで死んじゃうのか、僕は。ま、10年生きたからいいか。これでもう翔太たちの顔を見ることもないし、あの夢に揺らされることもないんだ。イドムか。いえ、違います。ソムリウムが検出されています。
トロームの数値が下がっています。 3.57 を切りました。どれかな、これがいいかな。これこれか。よし、これだろうな。なんだ。何？風用の毛。よし、食べよう。マイカ、おいしい。いっぱい食えよ。ここは幕張の仮設医務室よ。幕張？うなされてたけど大丈夫？はい。そう。繰り返します。Eブロック入る場所は月島のアポートに変更になりました。ご苦労様です。関係者の皆さん、統括官の日下です。たった今政府から通達がありました。我々は通称幕張として来るべき日に備えて活動してきましたが、本日正式に承認を受けました。幕張は発展解消、我々は対イドムの防衛組織 AITエイトとして生まれ変わることになりました。間違いない、ミカヅキ。ミカヅキ？
日の昼間の映像です。市ヶ谷から送られてきました。ありがとう。参ったな。初めての挑むがスイカか。訓練になかったものね。スイカ割りは。茶化さないでよ。大体。いや金城、その態度は間違ってるぞ。俺は今日悟った。現実とシミュレーションは違う。もっとこうなんていうか柔軟な対応が必要なんだよ。で、俺は早速頭を柔らかくすることにした。ビール？勤務中なのに。レベル C 待機だ。ロング缶まではよし。土井原さんが壊れた。三日月が助けたという子供は、メディカルルームに保護されています。今回の出動に関する予算の追加はありません。そんな、イドムが現れたんですよ。統括官も出動させてくれって。受領手続きをしていない以上、日下さんにもその権限はないのですよ。あ、ところで月光機動力部の可変バルブタイミングリフトシステム、あ、これのこのシリンダーね、あ、これおかしくありませんかね。それは落下時のショックで。まだありますね。 VR ステッピングモーターのプラグコードが指定のものと違います。あ、そっちの方が安く丈夫なんですよね。そうなんですよ。ボディのリベットのピッチは空いてるし、錆止めも二度塗りの手間を惜しんでる。こんなずさんな仕事で納品検査にお望みになるおつもりだったんですか。いえ、月光機はそもそもこれぐらいの戦闘ではびくともしない設計になっているはず。それをこんな無様な姿を晒したのはあなた方業者さんが手を抜いたからだ。なんだと。月光機は社長、国民の皆さんの血税が使われるのですよ。今回はね、見なかったことにしましょう。うん、ああ、これは見てね。失礼。社長、改心せよ。くそ、これというのはあのガキのせいだ。
どうした？10年前、古代研究機関ゾーンは人の思いを物質化するというウテルスの存在を確認しました。その過程で発掘されたのが三日月です。その後我々はウテルスを発見しましたが、それと同時に三日月は姿を消しました。三日月が誰の手によって何のために作られたのか、なぜ東京湾に転移してきたのか、原因は今もって不明です。しかしその後の研究でウテルスによって生み出された潜在意識は形を変え重化することが判明しました。イデアモンスターイドムです。我々はその襲来に備え AIT エイトを設立しました。幕張沖に浮かぶ我がエイトの本部基地です。機械員の総数延べ2000人、4つの省庁から今も特別枠で予算が投入されています。しかしまだ装備は万全とは言えません。エイト統括官として正式に依頼します。風雄君にイドム撃退に協力していただきたい。変わってないわね、草加さん。あなた昔からそうだった。男の人たちに負けまいといつでも。懐かしんでる暇などありません。そちらのご要望があれば検討します。一刻も早く。お断りします。あなたにとってエイトが大事なように、私にとってこの子はかけがえのないものなのよ。お願いだから巻き込まないで。私たちはただ静かに暮らしたいだけなの。帰るわよ。でも三日月って名付けたのはね、あなたのお父さんよ。え？
つまで出てるの？風よ。三日月って名付けたのはね、あなたのお父さんよ。月島4丁目にトラウ道上昇。イドム実存化による世界線クロス。イドム実存化による世界線クロス。10日間ブリーチにようこそ。挨拶は後でいいわ。状況は出撃準備。ダメです。発進できません。どういうこと？トラムの数値がシミュレーションの惨状を示しています。これでは操縦系に影響が。準備。風くんに井戸の撃退に協力していただきたい。風くんはお願いだから巻き込まないで。あなたのお父さん、静かに暮らしたいだけなの。このままでいいの？三日月って名付けたのはね、私たちはただ静かに暮らしたいだけなの。月光機到着。井戸まで距離300。今度こそ
やっつけてやる。Mikazuki?飛来、ミカヅキに吸収されました。風雄くんなの？
上昇してます。ミカヅキって名付けたのはね、あなたのお父さんよ。ミカヅキ。